ほら、食ったー。お、デカアコやん。ほら、どうよ。お、まだいいやん。お、まだいい。オッケー、はい、こっち見て。はい、はい、おめでとう。おめでとうます。来たよ。でかやば。うわ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 。さあ、移動してきての1投目。この辺とかあっちとか。あ、今そこでいいよ。うん。おるよ。おるよ。ほら、食ったー。うん。山でいいよ。ファーストフィッシュ。なんやろね。お、デカアコやん。取って、カモ。ほい。でかやろ、はい、こんなんばっかりよ。オッケー、いいよ。はい、ほら。どうよ。こんなんいつも釣れようよ。すごいっすね。ちょっと浅くなってきたけん、移動しよっかね。この辺にも反応はあるね。この辺に反応はあるっちゃん、ね、一番そこ、うん、いいよ、落として、はい、ベイトさえ入っときゃね、この辺イサキ釣れるっちゃけどね。このまま流してダメやったらちょっと沖の方出る。あ、そこに反応出てきたよ。何かしらおると思うけどね。その差を分かりやすかろう、うん、柔らかい。まあ、その時はもう回収してみた方がいい。でその早巻きの時に青物が食ってきたりもする。その平場のやつでね。今もう何も反応ない。分かりました。うん、反応ないよ。今からどんどんこっちに流されていくけん、もうちょっと流すそのまま。この辺も全然いつも釣れるから反応はないけど。おら、食ったぞ。はい、じゃね、叩きようも、うん、全然違った、面白いね。イサキかも。マダイやった、やっぱりちっちゃいね。ルアー釣りに負けとうぞ。はい、うん、反応しとうのあれ、その小魚やけ。ジグしたくなってきたろ。そうですね、余裕ができたら買いに一緒行こうか、はい、でもセール中やったら今やね。最悪さ、そのクロスミッションだけ買っとったらいいやん。その竿だけ1万2000ぐらい今セール、はい、そんな高くないやつや。こっちは CI4 の方。2万ちょっとぐらい。ここまでいらん船はもうそれで十分や。俺がこれ使いよう理由は何回もぶち切られたん。それが悔しくて、もうちょっとやり取りが簡単なやつと思ってこっち買っただけ。折られたんじゃなくて、糸を切られたと。そうそうそう。で、もっと楽に巻きたいと思ってさ。うん、ちょいか頭が脆いかやな。ちゃんとお尻から入れとうとよね。エビの尻尾切って、うん、あ、まあ、切らんでもいいのかもしれんけど、俺は前やりよった時はエビの尻尾一応なんか切りよったよ。切りよったっていうか、まあ、手でちぎれろ。ポツ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 
上の方やね、反応は。さあ、ゆっくりゆっくり、ゆっくり巻いていいよ、急がんでいいけん。ファーストフィッシュなるか。おベラやん。いらない。こっちにして、こっち、はい、いらねえ。でかいけど。いらねえ。ナイス。さっきと流れ方が変わって外側に流れようけんいいかもしれん。やっぱ小魚の反応を追わんとダメだね。ないね。反応を探すために移動してもいいよ。全くベイトの反応がないもん今日。ピーピーはもうピーピー。いつもやったらさ、この電源切ってもピーピーなるように聞こえるぐらいずっとなりよった今まで。当たりがない。釣りですチャンネル。残り 30m。 かっこいいな。うん、多分やけどね。って言って絡まっとっただけだとウケるね。あ、いかんやん、やっぱり。うん、ほら、うえ、釣りですチャンネル。ちびイカちゃん、釣りはやったら終わらず。そうやね。いやでも、もしなんかせんねんな、そんでくらいやったらもう最悪ね。え、魚じゃない。結構竿も上がっとるし、結構深いけんね。ゆっくりでいいよ、はい、おお、まだいいやん。まだいい、オッケー。はい、寄せろ。オッケー。はい、緩めていく、緩めて。はい、こっち見て。はい、はい、おめでとう。ありがとうございます。めでたいね。めでたいっすね。はい。私の鯛より大きいじゃないか。はい。やるじゃないか。うん。当たりよる？当たりないっす。あ、そう。20メーターぐらいの上の方や。うん。ゆっくり巻き寄ったらいいよ、タイラバって、はい、エビ頼りにしちゃダメだよ、はい、同じ一定の速度で巻いて、で一定の水深まで来たらまた落としての繰り返し。流れんとイカは釣れません。当たらん。チュン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 、奇跡のいっぱいやったとかやなね。ね、流れんとダメやもんね。タイラバロットやけんやりにくいな。これタイラバロットで今イカメタルしよう。硬いやつやけん。それでも当たり取れるけんやっぱすごいよね、竿はね。全然船動いてないよ。魚狙い行く、はい、でもうちょっとイカ欲しいな。でもいや、あれイカじゃない、ほらそれ目の前、アオリイカじゃない。ちょっと誘ってみるわ俺は。墨入ってった。逃げていきよ。全然ダメ。ジョボーンっていう音に反応して炭吐いて逃げてた。ポイントのとこに入っとっちゃうけど、やっぱ流れがないとダメね。よし、じゃあいいよ、移動しよっか。来たよー。
あ、思うねやね。落ちパック。うん。やべ、もうすでに筋肉痛なりそうや。あ。これは長い戦いになりそうですかね。うわ。向こうに体力があるんだね。はい。ヤズかシイラか。シイラではない。シイラではない。ブリと思うよ。ブリかヒラマサかヤズ。ブリと思う。ブリの子供。はい。やっぱ青物っていつもこんな毎回こんな長い戦いになるんですか。あ、そうなんですね。もうすぐ人間で走る。はい。下に潜られた。あ、でかっ、やばっ。はい。え、これブリぐらいないっすか。割り疲れたもん。引いたわこいつ。おい、やばっ。うわうわっ。佐々木佐々木。はい、船が通ったからかな。うわ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 。はい、でかい、でっか。ここら辺ね、危ないよ、潮通りがいい。はい、船が通ったからとかじゃないんですか、これ。違う、ちょっと移動しようか。はい。あー疲れた。あー、もう腕がパンパンや。釣りですチャンネル。また来ました、2匹目。あら、あやばいやばい。切られたー。切られたわけじゃないけど、外れたかな。ルアーがなくなったと最悪や。なんかすげえ軽いっちゃけど。うーわ、ぶち切られた。でかかったね、さっきの。結構いい値段するルアー。そういうことよ。53メーターね。おるよ、いっぱい。真ん中中層ぐらい。47からの真ん中ね。なんか釣れる気がせんくなってきた、急に。当たった？おー、食ったやん。うん、食っと食っと、それは。やったやん。重いけど軽いやろ。荒かぶやない。叩きよった。かわいいベラやん。まあ、何やろ、本日は。はい。はい、ありがとうございます。はい、ベラス。よう、さっきのベラをタイみたいな当たりですって言えたよね。本当っすね。ベラ
今からこう上がっていく、はい、浅くなっていく、はい、もう36ぐらい、なんか来た？ブリ来た？いや、ブリじゃ青物で行くわ。あ、ほんと？まあ、ゆっくりね。引く？お、って言いながらまたベラやろ。え、俺さっきのタイプじゃない？ほんと？はい、タイプめっちゃ伝えてきました。みたいなね。糸よりか、まだいいや。あ、タイプ。お、よかったよ。うん。この塩焼きサイズですかね。そうだね。はい。はい、はい、あります、あります。オートサンディ、はい、オートサンディ、はい、もうあの魔のところに来るけん、ほら。今度は下がりから上がりにしようか、はい、駆け下がりから駆け上がりになるようにいくよ、はい、ここら辺反応あるけん、よかじ、37メーターぐらい、10メーター付近はベイトに大きい魚がついてはおるけど、ただ多分釣りんと思う、あと2匹ぐらい、あと1匹欲しいね、せめて、したらみんなにお裾分けできるわ。ちょっと今回な、ちょっと。ほら来た。ああいかん。ちょっとドラグが緩すぎた。ああ。抜けられました。うん。合わせた瞬間に抜けた。もったいな。まあ、チャンスはあるねまだ。いつ食ってくるか分からんけんね、マジで。もうそこの方に反応あるよ。次は何？お、やるやん。寝魚じゃない？またベラか。ベラっぽいよ。あ、アコウやん。やったやん。デビューしたやん、アコウ。デビューしましたけど、これちっちゃくないですか？ちっちゃいね。煮付けには全然いいよ。多分あの、俺が釣ったやつを見とけんちっちゃく感じるだけで。ああ、まあただ。20センチはあるよ。20センチはあるよ。うん。大丈夫かな？うん。任せる。ほら、食ったー。お、でかアコウやん。ほら。どうよ。オラ食ったぞ。はい。さ、おベラやん。あいかんやん、やっぱり。ほら。おまだいいやん。まだ。オッケー。はいこっち見て。はい。はい、おめでとう。来たよ。あ思うねやね。でかやば。うわ。また来ました。2匹目。やばいやばい。あ切られたー。かわいいベラインまだいい、はい、およかったよ、ほら来た、あーいかん、ちょっとドラグが緩すぎた、あ、アコウやん、やったやん、デビューしたやん、アコウ、